ボトルゲームは主に欧米でパーティーの際などに行われるゲームである。ボトルゲームは欧米でパーティーの際などに行われるゲームで、特に10代の子供たちが行うことが多い。参加者は10人から15人程度で行われる。ゲームの性質上、少なくとも4人の参加者が必要である。一般的には、数人から数十人の10代の男女が集まり、円になって座る次に1人の鬼を決め、 円の中心でボトルを回す。そしてボトルの口が向いた人に鬼がキスをするというものである。イタリアでは子供の頃に誰もが一度は経験するゲームであるが少しルールが異なる。まず鬼は目隠しをされ目の前に差し出された指をつかむのだが指ごとに罰ゲームが決まっている。親指なら言う人差し指ならする中指なら キスする。薬指なら手紙を書く。小指なら衣装を書くとなっている。例えば鬼が中指を掴んだなら、鬼はボトルの口が向いた人にキスをしなければならない。相手が好きな異性で自分が指を差し出せる立場になった場合は、中指しか差し出さないということもできる。ボトルゲームはイタリアの子供にとって好きな異性にキスをする絶好の機会である。ありがとうございます。